まず、Yahoo でも Google でも結構ですので、まず Yahoo か Google を開きます。今回は Yahoo を開いています。その Yahoo の、この検索の中に YouTube とカタカナで、YouTube と入れてみます。検索を押します。そうするとこのようなページが出てきます。YouTube。英語でもカタカナでも構いません。じゃあその一番上にある YouTube、jp.youtube.com これをクリックしてみます。そうすると YouTube のページが出てきます。ここに歌手名でテレサテン、もうすでにここにありますけれども、一応これをカタカナにして、テレサテンだけで検索をしてみます。そうすると、テレサテンの音楽がずらーっと並んでいます。こういうふうにですね、ずらーっと並んで。この中で、今は、愛人という歌をできれば中国語版を探したいんですけども、中国語版ですね。愛人、あった。でもこれは多分日本語だと思うんですよね。でもまあ、日本語でも結構ですので、関連したものがそばに出てきますから、日本語版を押してみましょう。このように、テレサテンの、今、愛人のイントロが出てきました。じゃあ、ここで、関連したものをこう横で見てみると、あ、ここにありましたね。テレサテン愛人、国語版というのは、多分中国では、中国語は国語版なんだと思いますけども、これを押してみます。そうすると、真ん中を押すと、音は消えます。今は亡きテレサテンですけれども、この頃のテレサテンは本当に美しくて、今でも歌も顔もとてもいいですね。それじゃあですね、これをちょっと戻ってみて、テレサテンのどんな音楽が入っているのか、あ、また音楽が出てきちゃった。こっち側にして、もう一つ戻ってみましょう。そうするとテレサテンの先ほどの音楽ずっと入ってます。時の流れのように、時の流れに身を任せ、愛人、テレサテンずーっとありますね。ドリフ大爆笑とか、償いとか、これはなんか、とにかくいっぱい入っています。ずーっとあって、いっぱい入ってますね。こんなたくさん入ってるんですよね。じゃあ、この下に来ると、今1ページ目だけどこれだけです。じゃあ2ページ目、7ページ以上ありますよ。まだたくさんこうあります。ざーっとたくさんあります。その次、3ページ目。わあ、もうテレサテンが若い時の頃から、もうずーっといろんなものがたくさん入ってますよ。なんかいいのないかな。じゃあ、償いを。これは償いテレサ、これテレサテンですかこれ。違うような気がする。あ、次、この誰かがテレサテンの償いをカラオケで歌ってみたんですね。これ別の方ですね。じゃあ、えりも岬テレサテン。これちょっと出してみましょうか。このくらいにしときましょう。いやー、テレサテンのえりも岬も中国語で歌われてるんですね。びっくりしました。私はですね、このいろんなテレサテンのほか、いろんな歌手の歌、それからクラシック、それからヒーリングミュージック、いろんな、それからアメリカの例えばジョン・デンバーですとか、カーペンターズだとか、いろんな音楽を毎朝食事をしながら、パソコンの音楽をスピーカーを通して聴いております。スピーカーはパソコンのスピーカーではなくて、外付けのスピーカー、ちょっといいのを買ってきてつなげているので、これはほとんど CD と変わらないぐらいいい音が出ると思うんですね。でしかもこの音楽はかなりあってですね、とてもいいです。無料で聴ける音楽ですから毎日本当に楽しんでおります。皆さんもぜひYouTube の音楽を楽しんでください。今日はこんなとこです。